お掃除講座。こんにちは、石鹸男子の匠です。赤箱石鹸は顔や体を洗うだけでなく掃除にも使えるって知ってた？石鹸で掃除ってびっくりするかもしれないけれど、実は石鹸ならではのいいところもたくさんあるし、コスパもいいんだって。そこで今回は家の掃除で試してみたい赤箱石鹸の活用法を3つ紹介していくよ。薄めて拭き掃除に。まずは赤箱石鹸を薄めて拭き掃除をしてみよう。フローリング、テーブル、テレビ台、トイレなどなど、いろんなところの拭き掃除に使えるよ。やり方その1。まずは石鹸拭き掃除を試してみたい人向けの使い方。洗顔桶に水かお湯を入れて、ギリギリ泡立つくらいに赤箱石鹸を溶かしてみよう。あとはいつも通りクロスで拭き掃除をしてね。やり方その2。次は赤箱石鹸でたくさん掃除をしたい人向けの使い方。赤箱石鹸をおろし金でガリガリ削って粉石鹸にしよう。掃除に使う分のお湯を用意して、ギリギリ泡立つくらいの量の赤箱石鹸を混ぜてね。一つ丸ごと粉石鹸にしてタッパーで保管しておくと、掃除したい時にすぐ使えて楽だよ。ただしこのやり方はお湯限定、水だとうまく溶けてくれないんだよね。石鹸掃除のいいところ。石鹸のいいところは何と言っても吹き上がりのサラサラ感。合成洗剤みたいにヌルヌルが気にならないんだよね。万が一吹き残しがあっても、石鹸は手や足から出てくる皮脂で中和されるから安心。小さい子供がいる家やペットを飼っている家だったら安全性も重視したいよね。それと石鹸のいいところはコスパの良さ。一度の掃除で使う量はかなり少ないから、節約したい人にもおすすめだよ。アルカリ度を高くしてキッチン掃除に。次は赤箱石鹸でキッチンの掃除をしてみよう。時間が経って硬くなった油汚れは頑固だから、石鹸をアレンジした石鹸アルカリ水を作ってみよう。まずはその作り方から話していくね。石鹸アルカリ水の作り方。用意するのは赤箱石鹸、アルカリ電解水、鍋、そして炭酸ペットボトルの4つ。まずは鍋にアルカリ電解水を 50ml 入れて、60度くらいになるまで温めよう。おろし金で削っておいた粉石鹸を一つまみ入れて、粉石鹸が溶けるまでかき混ぜながら加熱してね。石鹸が溶けたらペットボトルに移し替える。熱くなっているから火傷には気をつけてね。ペットボトルのキャップを閉めてシャカシャカ振って、中の石鹸アルカリ水が泡泡になったら OK。 掃除のやり方。掃除をするときはペットボトルを横から押して泡を出そう。泡を手のひらに出して掃除したいところに塗りつけていくと楽ちんだよ。泡泡にしてあるからキッチンの壁のように縦になっているところにもしっかり張り付いてくれるんだよね。掃除したいところにどんどん塗りつけていこう。少し時間を置いたら拭き取っておしまい。ひどい油汚れの時は長めに放置したり、スポンジでこすり洗いをしてみてね。キッチン掃除のポイント。この掃除法のポイントはアルカリ、熱、界面活性剤の3つの働きを使っていること。石鹸にはもともと界面活性作用があるけれど、アルカリ電解水を混ぜることで高いアルカリ性になって、さらに鍋で加熱することで熱の働きも加わるんだ。アルカリ、熱、界面活性剤の3つの働きが合わさって、固く頑固になった油汚れもすっきり落としてくれるよ。ちなみに石鹸と混ぜるのはセスキ水や重曹水でも OK。 アルカリ電解水ほどではないけれど、石鹸だけで使うよりも油汚れへの洗浄力がアップするよ。もし持っていたら試してみてね。メリットたくさん。お風呂掃除に。次は赤箱石鹸でお風呂掃除をしてみよう。体を洗うのに赤箱石鹸を使っているという人は多いと思うけれど、そのままお風呂掃除に使えたらいろいろ便利だよね。掃除のやり方。用意するのは赤箱石鹸、洗顔桶、泡立て用のタオル、そしていつもの掃除用ブラシの4つ。洗顔桶にお湯を入れたら泡立て用のタオルを濡らして石鹸を含ませて泡立てよう。洗顔桶いっぱいに石鹸の泡ができたら、ブラシやスポンジを使ってこすり洗いをしてね。汚れが頑固そうな時は泡の洗顔桶にアルカリ電解水をプッシュ。5回から10回くらいアルカリ電解水をプッシュして入れれば、洗浄液のアルカリ度が高くなって汚れが落ちやすくなるよ。お風呂掃除を石鹸でやるメリット。
赤箱石鹸でお風呂掃除をするメリットは大きく分けて4つ。1つ目は石鹸だから体についても安心なこと。普通のバスクリーナーがうっかり体についちゃうとなんか不安になるよね。でも石鹸はもともと体を洗うものだからついても全然心配なし。2つ目はお風呂に入りながら掃除ができること。裸のまま掃除ができるからなかなかお風呂掃除の時間が作れない人にはぴったりかも。しかもお風呂が温かいうちに掃除をすれば汚れが落ちやすいんだって。3つ目は汚れ落ちがいいこと。実は赤箱石鹸の泡の pH はセスキ炭酸ソーダと同じくらい、体の皮脂を落とすくらいだし、かなり洗浄力が高いんだって。4つ目は節水になること。赤箱石鹸は泡切れが早いからシャワーですすぐとすぐに流れていくよ。節水になるし、ささっと掃除を済ませたい人にもぴったりだね。ただし石鹸掃除は石鹸カスがつかないよう、最後のすすぎは泡がなくなるまで丁寧にやってね。赤箱石鹸で体を洗っている人はもちろん、使い切れない石鹸が残っている人にも石鹸を使ったお風呂掃除はおすすめだよ。シンクや洗面台にも赤箱石鹸。シンクや洗面台で手を洗うときに赤箱石鹸を使っているなら、石鹸掃除を試してみてもいいね。シンクで汚れがついた鍋やお皿を洗ったり、洗面台で泥のついた服を洗ったりと、意外と汚れてるし洗浄力抜群の赤箱石鹸を試してみてね。まとめということで、今回は赤箱石鹸を掃除に使う方法を3つ紹介していきました。ちなみに今回紹介した使い方は赤箱石鹸だけでなく、普通の固形石鹸でも同じように使えるよ。家にある石鹸で一度試してみてね。それではここまで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。モテギ和也の YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも